写真とか早くないですか。いやいや、ドラフト確定なんだからさ、うちらは真っ先にスクープですよ。いやでも、僕多分6位指名なんで。6位だってさ、立派なドラフト選手なんだからさ。こんな小さな町の大学から野球選手出るなんてね。マネージャー、お茶用意しました。あ、ありがとう。失礼します。あれ、君は？あ、古田修司、キャッチャーです。大谷君の球受けてた。こいつもね、見どころあるんですよ。ザッス、僕の勝利は彼のリードのおかげなんです。いや、僕らが適当にミット構えてるだけなんで。そうなんですよ、すごいのは大谷。あ、もう始まってますよ、ドラフト会議。まだ4位だからさ、まだまだだよ、大谷君は。いつも見どころあるんだよな。いやいや、うちの大谷に比べれば。いや、でも4位の選手でしょ。うっ、大谷、大丈夫か。ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと見てらん。そうだ、相棒を見ましょう。あ、気分転換にいいじゃない。え、あたす。あ、めっちゃじゃないですか。いいとこなんで。何夢中になってんの。入るよ。はい、6位始まってますよ。まだ呼ばれてないですよね。ああ、まだみたいですね。お、これ最後でしょ。6位指名選手、古田修司。
ういうこともある。売れた。よかった。いや古田君、あの野球選手としてのさ抱負聞かせてよ。やんないっすよ野球選手。え？俺就職希望なんで。